おじいさん、ジブリパークは無料エリアだけでも楽しめるそうよ。そうなんだ。チケットないけど行ってみたいわ。そうなんだ。ちゃんと聞いてる？おじさんはこう見えてスマホで撮影した動画を編集することができるんだ。今回はジブリパークとやらに行って、妻を楽しませて新しいカメラを買ってもらうための点数稼ぎをしようじゃないか。そうと決まれば会社に休暇を届けてジブリパークへゴー。というわけでジブリパークへ間もなく到着です。駐車料金は平日だったので500円でした。今回の散策ルートは、駐車場を出たら青春の丘エリアへ行き、大芝生広場を横目にジブリの大倉庫方面へ、次に灯籠門をくぐり、さらにどんどこの森を抜け、さつきとメイの家エリアに行き、ジブリの大倉庫方面へ、青春の丘を抜け駐車場に戻るといったコースになりました。
今回はこれで終了です。無料エリアでも十分楽しめることが伝わったのではないでしょうか。今後も施設が順次できていくということなので、また来ようかと思います。よろしかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回の動画で。